GMT は、ポール・ウェッセルとアルター・エイチ・カイ・スミスによって開発されている地図を描くためのオープンソースのコンピュータソフトウェアツールのコレクションである。ラスタライゼーション、フィルタリング、その他の画像処理操作、そして多様な種類の図法を含む ZY と XYZ のデータセットを処理し、表示する。当ソフトウェアは、二次元のグリッドを構図準拠のナツットフファイルとして保存し、 海岸線、河川、政治上の国境、地理的目標の座標などのフリーの GIS データの包括的なコレクションが付属する。さらに他のソースから衛星画像や数値標高モデルなどのデータを変換し取り込むこともできる。GMT はデータ処理結果の地図や図をポストスクリプット、またはインキャップスレイテッドポストスクリプットの形式で保存する。GUI は 用意されておらず、コマンドラインあるいはシェルスクリプトを組んで利用する。ただし、GMT 用の GUI ソフトウェアや Web アプリケーションがサードパーティーにより開発されており、それぞれ利用可能である。地図の縮尺、解像度、図法、色などを容易に変更することができる。解像度を高めると相当精密な地図を描くことができることもあり、全世界から ごく局所的な範囲まで様々な地図描画の手段に利用されている。また、シェルの書き方次第で地図に限らず、グラフ、図形その他、様々な図を作成することもできる。ポール・ウェッセルとワルター・ー h カイ・スミスは、1988年7月に、ラモント・ドハティ地球観測所で GMT を作成し、1991年10月8日に、 GNU ゼネラルパブリックライセンスの下に正式にリリースした。GMT の3文字はもともと重力時勢トポグラフィーの基本的な地理的データ三種を意味した。その地理的データセットの視覚化のための強力なサポートに加えて、当ソフトウェアには多次元のデータセットを処理し操作するためのツールが含まれている。GMT の利用者の大部分は地球科学者である。 GMT により描かれたアレクサンドロス三世時代のマケドニア王国。ありがとうございます。